はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎ゴースト・オブ・ザ・ダスク2章の途中からです。どうする？移動します。行くべき場所は？どこに行く？他の場所へ。クラブ白雪。俺は名刺に書かれた住所を頼りにクラブ白雪へと向かった。ここか。名刺に書かれていたクラブ白雪の場所を探し当てた時にはすっかり夜の帳が降りていた。歌舞伎町は庭のようなものだが、思ったより探すのに手間取ってしまった。目にまぶしいほどの看板が立ち並ぶ歌舞伎町の中にあって、このビルはどこかひっそりと佇んでいる。さて、どうする？どうする？見る。確認しよう。何を見る？看板。俺は入り口にあるビルの看板を見た。クラブ白雪はこの雑居ビルの2階にあるな。どうする？どうする？移動します。行くべき場所。どこに行く？中に入ります。昨夜八神はこの店に来たはずだ。何かわかるといいが。俺は祈るような気持ちでクラブ白雪に足を向けた。クラブ白雪の店内はキャバクラにしては静かで落ち着いた印象があった。いらっしゃいませ。お一人様ですか？さて、どうするか。どうする？話す。話をしよう。誰と話す？ボーイ。うちは初めてですよね。女の子の指名はされますか？八神が昨夜会ったホステスを指名したいところだ。そのホステスを指名するには。話を聞いてみるか。持ち物を使います。ホステスの名刺使う。俺は八神の部屋にあった2枚の名刺をボーイに見せた。友人に紹介されてこの店に来たんだ。友人と仲がいい子をおすすめされたんだが、この名刺のどっちの子だったか忘れてしまった。おお、そうだったんですか。ご友人というのはどちら様で？八神光平だ。ああ、八神さんなら里美ちゃんです。呼んできますので、こちらの席でお待ちください。俺はボーイに案内された席に座った。どうするか。どうする？考える。考えよう。八神はここに里美というホステス目当てに通っていたのか。彼女から八神に関する話をいろいろと聞けるかもしれない。しかし八神が入れ込んでいたホステス、一体どんな女性なのか。少々下世話な興味も湧いてきた時、はじめまして、里美です。ご指名ありがとうございます。気品ある佇まいの美女が俺の席に現れた。さて、どうする？話す。話をしよう。誰と話す？里美。八神さんのご紹介で来られたそうですね。ああ、君とは仲がいいそうだな。ええ、ごひいきにしてくださっています。お飲み物は何にされますか？バーボンをロックで。かしこまりました。どうするか。どうする？見る。気になるものは？何を見る？里美。里美は手際よくバーボンロックを用意している。俺は横から彼女をそっと伺った。年齢は20代前半くらいか。もうちょっと上に見えるけどね。どこかクールな印象だが、仕草の一つ一つに品がある。愛想はいいが、品に欠けるホステスがキャバクラには珍しくないが、そういうタイプとは真逆の印象だ。お待たせしました。どうぞ。ありがとう。俺はグラスを受け取って一口飲んだ。
安いバーボンだな。薄くないだけマシだが。つまみのナッツも安っぽい。まあここの料金設定を考えればこんなものかと思うが、正直この店に里美のようなホステスは少々もったいなく思える。さてどうする？話す。話を聞いてみるか。誰と話す？里美。八神さんのご友人とが伺いましたが、お名前を聞いてもよろしいですか？神宮寺というが。神宮寺さん。ああ、あなたが。その時初めて里美の顔に親しげな笑顔が浮かんだ。俺のことを八神さんから聞いたことが？はい、昨日うちに来た時に話してくださったんです。とても頼りになって信頼できる探偵さんだと。そんなことを八神が。それだけ俺を買ってくれていたということなのか。今日は八神さんとお待ち合わせですか？いや、そういうわけではないんだが。そうですか。では八神さんとお店でばったり会われるかもしれませんね。このくらいの時間に八神さんはよくいらっしゃいますから。里美の八神を語る口調には親しみがこもっていた。そしてまだ八神の死を知らない。警察はここには特に調べに来ていないのだろう。八神の足取りについては事件性はないようだから詳しく調べていないと熊さんは言っていたしな。話をしよう。誰と話す？里美。昨夜も八神さんはここに来たそうだが、何時くらいに？お店が開店してすぐ、18時くらいです。昨日は1時間もいないで帰ってしまいましたが。ということは19時にはもうこの店を出ていたのか。その時酔った様子などなかったか？ええ、全く。八神さんはお酒に強い方なので酔われたことは一度もありません。だろうな。何にしても死亡推定時刻の23時からはかなり離れている。この店を出た後八神がすぐ現場に向かったとは考えられない。昨夜八神さんからこれからどこに行くといった話を聞いていないか？どうしてそんなことを？里美はけげんそうに俺を見た。どうするか。どうする？見る。確認しよう。何を見る？里美。八神の行動に探りを入れる俺を妙に思ったらしく、里美はけげんそうに俺を見ている。ここで下手なことを言えば警戒されそうだな。さてどうするか。どうするか。どうするか。酒を進める事実を話す。事実を話します。どのみち彼女はいずれ八神の死を知ることになるだろう。ならここは率直に事情を話した上で情報提供を求めるか。さてどうする？話す。話を聞いてみるか。誰と話す？里美。八神さんなんだが、実は昨日の深夜亡くなったんだ。え？亡くなった？どういうことですか？北新宿の水路で溺死したんだ。酒に酔って誤って水路に転落、そのまま溺死したというのが警察の見解だ。そんな、何かの間違いじゃ。残念ながら俺は淀橋署の霊安室で遺体が八神さんのものであることを確認した。信じられません。昨日も八神さんはうちに来た時にまた来ると。そんな。
その時、里見の手からグラスが滑り落ち、床で砕けた。なんだ？どうする？見る。なんだ？何を見る？里見。グラスを落としたにもかかわらず、里見は呆然としたように宙を見ていた。その手はひどく震えている。里見ちゃん、どうしたの？ん？誰この人？一人のホステスがボーイと一緒になってこちらに駆けつけてきた。お客様、怪我はありませんか？お洋服は汚れてません？ああ、大丈夫だ。よかった。失礼しました。すんげえ肩出てるね。小さく息を吐いてから、ホステスはその場に座ったままでいる里見を振り返った。里見ちゃん、どうしちゃったの？やだ、顔が真っ青じゃない。具合が悪いの？マリナさん、すみません。私、ちょっと奥で休んでた方がいいわ。ホステスが里見の背中を優しく押すと、里見は小さくうなずき、俺に頭を下げてから奥に消えた。どうするか。どうする？話す。話をしよう。誰と話す？ホステス。本当にすみませんでした。お会計の際に指名料は引きますから、どうか。いや、気にしなくていい。こっちが悪かったんだ。そうなんですか？ホステスは俺を別の席に案内してから、自分もそこに座った。これからは彼女が相手をしてくれるようだ。君はマリナというのか？ええ、よろしくお願いします。ヤガミも持っていた名刺に彼女のものもあったな。ヤガミについて話を聞けるだろうか？話を聞いてみるか。誰と話す？マリナ。さっきは本当にすみませんでした。里見ちゃん、どうしちゃったのかしら。八神さんが昨日の深夜に亡くなったことを伝えたんだ。そうしたら。え？八神さんが？そうだったの。だから里見ちゃんは。何を話すか。何を話す？里見について。里見さんはこの店は長いのか？まだうちに来て2ヶ月くらいかな。前は関西のお店にいたみたい。関西出身なのか？詳しく聞いたことはないけど、そういうわけでもないみたい。関西弁で話したりとかがあるわけでもないし。そうか、八神さんとは親しかったようだが。ええ、本当に仲が良かったの。他のお客さん相手の時とは里見ちゃん全然違ったもの。他のお客さんにはいつもビジネスライクっていうか塩対応なのに、八神さんとだけはすごく楽しそうに喋ってて。そうなのか、彼女も八神さんを気に入っていたんだな。ええ、里見ちゃん、枯れ線なのかしらね、枯れ線。聞きたいことは？何を話す？八神について。八神さんはこの店には1ヶ月ほど通っているようだが。ええ、最初から八神さんは里見ちゃんに一途でね、彼女しか指名しないのよ。里見ちゃんに先に指名が入ってて、八神さんが待っているような時に、何度か私が相手をしたくらいかな。そうなのか。では君はあまり八神さんと話したことはないのか？ええ、軽い世間話をしたくらい。八神さん結構ガードが固くて、お仕事のことなんかも話してくれないのよ。まあ表だって言えるような仕事はしてないからな。でも、里見ちゃんにだけは何でも話してるみたいだった。ほんと、仲良かったのよ、あの二人。何を話すか。何を話す？里見と八神の関係。
話を聞く限り、二人は本当に仲が良かったようだな。少し客とホステスの関係を超えているような気もするが。ああ、それはもともと知り合いだったからかな。もともと知り合い？私も詳しいことは知らないんだけど。八神さんは最初から里美ちゃんがここにいることを分かってて、うちに来たみたい。里美ちゃんも来てくれたんですか、なんて歓迎してて。なるほど。1ヶ月程度店に通っただけにしては、かなりの親密ぶりだと思ったが。しかし、そうだとすると、八神と里美はどこで知り合ったのだろう。聞きたいことは。何を話す？里美と八神の関係。そうそう、里美ちゃんと八神さんといえば。マリナ思い出したようにつぶやいた。里美ちゃんが突然泣き出したことがあったけど、あれは何だったのかしら。泣き出した？ええ、3日前だったかな。八神さんと話してる時に、本当に突然。いつもクールな子なのに、泣くところなんて初めて見たわ。八神さんが何か泣かせるようなことを？さあ、それは聞いても教えてもらえなくて。八神さんもあの時はかなり困ってる感じだったわ。里美と八神、聞けば聞くほど、その関係は謎めいて感じるな。何を話すか。何を話す？八神の昨夜の足取り。昨夜、八神さんはこの店を19時前には出て行ったそうだが、その後のことは知らないか？さあ、私は何にも聞いてないからわからないけど。食事はまだみたいだったから、行きつけのお店にでも行ったんじゃないかしら。行きつけの店？詳しくは知らないけど、そういう店があるようなことは前に八神さんからちょっと聞いたわ。一人暮らしだから食事なんかはよくそこでするみたいよ。その店について何かわかることはないか？八神さんの自宅近くにあるお店ってことくらいかしら。自宅近くというと西新宿にある店だろうか。あら、八神さん、西新宿に住んでるの？私、西新宿界隈の店なら結構詳しいわよ。何か手がかりがあればわかるかも。さて、どうする？持ち物を使います。ブックマッチ使う。俺は八神の自宅にあったマッチをマリナに見せた。ああ、ここ知ってる。前に一度友達に連れてってもらったわ。いかにも隠れ家って感じのバーでね、おつまみとか美味しかったわ。女一人で行くにはちょっと敷居が高いから、その後なかなか行けてないけど。そうなのか。バードラッグというのが店の名前か。ううん、こう書いてドルックって言うそうよ。ロシア語で友人っていう意味みたい。なるほど。そういえばマッチにはロシア語らしき文字も書かれていたな。店の場所はどこにあるんだ？西新宿5丁目の。マリナは詳しい場所を地図に書いてくれた。ここは確かに八神の自宅に近いな。自宅にマッチがあったことからも、この店が八神行きつけである可能性は高そうだ。昨夜も行っているかもしれない。どうするか。どうする？じゃあ移動します。どこに行くか。どこに行く？外に出ます。いろいろ話を聞かせてくれてありがとう。俺はそろそろ行くが。
里美さんが落ち着いたら連絡が欲しい。頼めるか？ええ、伝えるわ。俺はスマートフォンの番号を書いた紙をマリナに預けると、クラブ白雪を出た。さて、どうするか。どうする？じゃあ移動します。行くべき場所は？どこに行く？他の場所へ。ドルーク。ホステスのマリナから教えられた住所を頼りに向かうと、裏路地にある小さな店へと行き着いた。ここで会っているんだろうか。さて、どうするか。どうする？見る。確認しよう。何を見る？看板。よく見ると入り口の近くに店名が書かれている。なんとかバードルーク。八神の自宅にあった町と同じロゴだ。この店で間違いないな。どうするか。どうする？移動します。どこに行くか。どこに行く？中に入ります。俺は入り口のドアを開けて店内に足を踏み入れた。俺は肉を焼くいい匂いに出迎えられた。いらっしゃい。カウンターの向こうで料理中のマスターが顔を上げて俺に声をかけてきた。さて、どうするか。どうする？話す。話をしよう。誰と話す？マスター。どうぞ、お好きな席に。ああ。俺は空いているカウンター席に腰掛けた。メニューを眺めていると、少しして料理を終えたマスターが俺の元にやってきた。お客さん、うちは初めてですね。ああ、友人に教えてもらってきたんだ。ここの常連だと言っていた。さっき聞いたマリナの話などから、八神の行きつけの店はここに違いないと考えて俺はそう言った。うちの常連、誰かな。八神、あるいはヤミさんと呼ばれているかもしれないが。俺がそう言いかけた時だった。背中にさっきにも似た鋭い気配を感じた。なんだ。どうする？見る。なんだ。何を見る？店内。なんだ今のは。俺は店内をそっと見ました。店内にはカウンターと二人掛けのテーブル席が二つある。カウンターには二人、テーブル席には一人の客が座って、それぞれ一人でグラスを傾けている。あの鋭い気配を感じたのはテーブル席の方からだった。俺は壁のメニューを見るふりをしてテーブル席に座っている男を伺った。初老の会社員風の男だ。チーズをつまみながらグラスをちびちびとやっている。こちらを見ている様子はない。さっきのは気のせいか。お客さん、ヤミさんの友達でしたか。へえ。マスターは何も感じなかったらしく、俺の言葉に笑顔で相槌を打っている。やはり俺の気のせいなのか。しかし念のため用心した方がいいかもしれない。ここでは下手に俺の素性など明かさずにおくか。どうするか。どうする？話す。話を聞いてみるか。誰と話す？マスター。今日はヤミさんと待ち合わせですか？マスターも八神の死をまだ知らないようだな。そういうわけじゃないんだが、ところで昨夜八神さんはここに来たか？ええ、来ましたけど。マスターは首をかしげつつうなずいた。なぜそんなことを聞くのかと少し不思議そうにしている。八神は昨夜
18時から19時頃までクラブ白雪にいたのだから、この店に来たのはその後だろう。ここに八神がいた時のことを詳しく聞きたい。それにはある程度事情を明かす必要があるか。話をしよう。誰と話す？マスター。八神さんだが、昨日の深夜亡くなったんだ。亡くなった？そんな、どうしてまた。誰が死んだって？その時カウンターにいた男がこっちに身を乗り出してきた。初老の男だ。テーブルに座っている会社員風の男とは違って、かなりラフな雰囲気を漂わせている。男は好奇心に満ちた目をこちらに向けていた。話を聞いてみるか。誰と話す？ヒゲ面の男。亡くなったのはここの常連だった八神さんだ。八神？ほら、いつもこの辺に座ってるお客さんだよ。よくウォッカを飲んでる。枯れた感じの。私はヤミさんって呼んでた。みんな枯れてるって言うけども。昨夜も来てたけど、覚えてないか？ああ、あのしょぼくれたやつか。あいつが死んだって。事件か？昨日の深夜、北新宿の水路で亡くなっているのを発見された。警察は事故だと言っていた。なんだ、事故か。人が一人亡くなったというのに、その言い方はないだろう。俺が睨むと、男は謝るように手を合わせた。あんたの友達だったか？悪かった。職業柄、どうしてもキャッチな話題を期待しちまうんだ。職業柄？この人、辻さんはジャーナリストなんですよ。口ほどには悪い人じゃないんですがね。おい、マスター、それ、フォローになってんのか？ジャーナリストか。あまり妙な好奇心を持たれても困るんだが。俺が少し警戒するような目を向けると、辻は気安く俺の肩を叩いてきた。話の腰を折って悪かった。俺はここでおとなしく聞いてるから続けてくれ。内容によっては記事にするつもりじゃないだろうな。俺は勝手に記事にするような不良ジャーナリストじゃない。そこは信用してくれ。まあいいか。この辻という男も昨夜はこの店に来ていたようだ。もしかしたら何か知っているかもしれない。話をしよう。誰と話す？マスター。それで八神さんが北新宿の水路で亡くなったというのは？酔って歩いてる途中に水路に転落してそのまま溺死したらしい。死亡推定時刻は23時なんだが、昨夜八神さんがこの店にいたのは夜の9時頃に来て、いつものように飲んで10時頃に帰っていきましたよ。店を出たのが22時頃、死亡推定時刻の23時まで1時間ほどあるな。ここから現場である北新宿の水路までは普通に歩けば30分程度の距離だ。先に酔ってふらふらと歩いていれば1時間くらいかかるかもしれないが、この店を出た後どこかに立ち寄った可能性も考えられるか。聞きたいことは？何を話す？八神について。八神さんはここには長いこと通っているのか？かれこれ10年くらいは通ってくれてるかな。前は月に 2,3 回フラッと来る程度でしたけど、ここ1年くらいはよく来てくれてましたね。そうなのか。何か理由でも？多分奥さんを亡くしたからじゃないですかね。ああ、
そういえば1年ほど前に妻を亡くしたと八神は話していた。それがきっかけで屋敷から小屋に移り住んだと思う。おそらく一人では寂しかったんだろうな。何を話す?八神の昨夜の状況。八神さんはここを出た後どこかに行くと言っていなかったか？いや、何も言ってなかったですよ。時間を気にしてる風でもなかったですし。そうか。この店を出るとき酔ってる様子はあったか？いや、昨夜はそもそもそんなに飲んでないですし。ヤミさんは酒に強いんで酔うなんてめったにないですよ。そうだな、ウォッカばっかり飲んでたのに香り一つ変わってなかった。ありゃ相当なもんだな。なのに酔って転落なんてちょっと信じられないな。お、ジャーナリストの勘が告げてる。これはひょっとして事故を装った事件ってやつじゃないか？まさか、テレビドラマじゃあるまいし。はは、まあ真相は酔い足りなくて、どこかで強い酒でも煽ったってところだろうな。それでグラッと来たんだ。ウォッカを飲んでも酔わない人間がどんな酒で酔うと？ウォッカって言っても、あいつが飲んでたのはせいぜい40から50度だろう。世の中にはそれ以上の酒だってあるんだぜ。50度を超える酒か。確かに存在はするな。八神はここを出て30分足らずで酔ったことになるが、普段飲んでる酒より度数が高いものを飲んだから急に酔いが回ったのか？だとしたらどこで、そしてなぜそんな酒を飲んだのだろう。そういえば昨夜のヤミさん、なんか元気がなかったな。その時マスターが思い出したようにつぶやいた。なんか悩んでる感じでため息ついたりして。聞きたいこと。何を話す？八神の悩み。八神さんが悩んでたというのは？いや、本当に悩んでるか確認したわけじゃないんですけどね。ただ昨夜、いやここ何日か、いつもより表情がちょっと暗かったような気がして。ここ何日か、具体的にいつから？いやちょっとそこまでは、なんとなくあれって思っていただけなんで。なるほどな。その悩みとやらが深酒して酔っ払った原因じゃないか？まだ深酒したと決まったわけでは。ああ、でも今回はともかく、ヤミさんが深酒して酔っ払ったことは今までないわけじゃないですよ。八神さんが酔ったことがあるのか？ええ、前に一度だけ。1年前、奥さんが亡くなった時に。その時はヤミさん、夕方から飲み始めて、次の日の昼頃まで飲み続けて、さすがに歩けなくなって床で寝てました。そんなことが。ヤミさん、奥さんのことを大事にしてるみたいだったから、亡くなって相当ショックだったんでしょうね。そんな男が今回また酔ったか。悩みってのは女絡みか？ああ、なるほど。辻さん、その推理、案がいい線いってるかもしれないですよ。何を話す?八神の悩み。どうして八神さんの悩みが女性絡みだと？いや、なんとなくそんな気がしたっていうだけなんですけどね。1週間くらい前にヤミさんが財布を出そうとして
カウンターにキーホルダーを落としたんですけど、そこにハームズが。ハームズ？なんだそれは。ジャーナリストなのに知らないのか？若い子たちの間で流行っているゲームのキャラクターだそうだ。ちぇ、悪いが、その手のには疎くてな。ジャンル違いってやつだ。で、そのハムが何だって？ハム。いや、そんな若い女の子が好きなものをヤミさんが持ってるなんて、ちょっと意外に思ったんですよ。で、聞いてみたら、もらい物だって言ってて。その送り主が悩みの原因ってわけか。はーん、つまり若い子との色恋に溺れてたわけだ。その挙句に溺死とは、笑えない末路だな。おい、口が過ぎるぞ。ああ、そうだな。さすがに言い過ぎたか。辻は肩をすくめるとマスターに声をかけた。おい、マスター。この兄さんにウォーカーをやってくれ。今あるので一番いいやつをな。気分を悪くさせた詫びだ。じゃあ、これでどうかな。ああ、それをあと二つくれ。ん？二つ？一つは辻さんが飲むとして、私にもおごってくれるってことかい？気前がいいね。何言ってんだ。一つはあの、しょぼくれたおっさんのだよ。弔い酒ってやつだ。勝手なこと言っちまった詫びも込めてな。ああ、ほんと、口ほどには悪くない人だね、辻さん。それを言うなら案外いい人、だろ。はは、それは褒めすぎってもんだよ。マスターは笑ってからカウンターにショットグラスを3つ並べた。さて。どうする？取る。何を取る？グラス。俺は自分のグラスを手に取った。ではヤミさんの冥福を祈って乾杯。俺はグラスをあげると遠目に澄んだ液体をぐっと一息に煽った。ヤガミから教えてもらった飲み方だ。今度はむせることなく飲めた。どうか安らかに、ヤミさん。心配しなくても、死んじまったら全部終わりだよ。苦しみも、悲しみもな。そうかもしれない。しかし、俺の記憶からは消えない。酒を酌み交わした夜に垣間見せた、苦悩と悲しみに満ちた顔も、そして、俺に依頼することを決めた時の、どこか安心したような笑顔も。ヤガミは、何か一人では抱えきれないものを背負っていたように思える。だから、たとえ、ヤガミがこの世にいなくとも、その依頼を遂げてやりたい。そう思う。それが、俺なりの弔いだ。どうするか。どうする？では移動します。どこに行くか。どこに行く？外に出ます。俺は会計を済ませて店の出入り口へ向かった。その時俺は何気なくテーブル席の客を見た。そこでは初老の男が相変わらずゆっくりとグラスを傾けていた。何か？俺の視線に気づいて男はちらりとこちらを振り返ってきた。穏やかそうな紳士だ。いえ、この店に来た時に感じた鋭い気配は感じない。やはり、あれは俺の気のせいだったのだろうか。俺は老紳士に一礼して店を後にした。外に出るとすぐに胸元のスマートフォンが鳴った。
誰からだ？なんだ？どうする？はい、じゃあスマホ気になりますけど、今回はここまでにします。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。